いやちゃんラジオです。いやちゃんギョギョです。ギョギョです。なんすかなんすかなんすか、なんで笑ってんすか。さっきの、さっき話したのが、こうチャンネルの話なんですけど、こうチャンネルが最近ね、なんかよくドッキリをやるらしくて。ああ、そうなんですよ。とりあえずドッキリをやるって聞いて、そうなんだと思って、こうチャンネルは、でも、そのドッキリをするためには、あの、立て付けのその企画が必要だよね。偽企画がね。偽企画が必要なんで、撮る前に、キョギョさんにこれを撮りますって言って、おそれ面白いねってなる必要があるんですね。そうそう、そういう会話するんですよ、撮影前にね。なんですけど、そうだから、そう、偽企画が、すごい下手くそなの。そう、ガチビオ3でお願いします。いつもやらんやろって。そう、いつもやんないのに。めっちゃ爆笑してたんですけど。そう、思い出した。そうです、それ思い出した。ってことで、今日やっていくのは、はい。ガチビオ3でお願いします。何すんの。またなんちね、いきなりガチビオ3しないでしょ、この間柄で。ガチビオ3。ガチビオ3やりましょう。なんでそんなちょっと笑顔美容3やりましょう。なんかいつもしない笑顔してんだよね。なんかそんなことないです。いや普通に美容3ですか。そうですね。なるほど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 、わかりました、わかりました。あの、うん、普通に普通に普通に、あ、いいっすよいいっすよ。じゃあやりますか。やりましょう。え、何すんの。なんかすんでしょ。な、でも絶対もしない、まあ、もしそういう動画じゃなかった時ちょっと僕しつこくなっちゃうんで。じゃあ行きますか、行きますか、行きますか。もう普通に始まるよ。失礼します。なになになに、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんで笑ってんの。なに、怖いんだけど、本当に本当に怖いんだけど。いや結構怖いよ。なんか何すんだろうみたいな。あの、いきなり倒れるドッキリとかやめてね。それはそれで面白い。こうちゃんやってきて、はい、なんだよみたいな。なんだよってなったんだよ。あ、なるほど。いやそういうことだよな。そう、あ、いいんじゃないですか。あ、いい、あ、まあまあっすね。いやいいな。まあ、こういう感じ。あー、そっち来るんだ。ワンちゃんワンちゃんワンちゃん。うわ耐えねえじゃん。撃て。よしよしよし、おっつら。いいね、出しちゃおう。あー、出さなくてよかったな。ダメだな、それ。これどうっすか。微妙。なんで。結構おつらいな、おつらいデッキだな、そのデッキ。ちょいおつらっすね。いや、でも人技系ってやつしかわかんないですけど、そういう業界用語わかんないですけど。業界用語です。人技系です。世に聞こえる。いや、かなりつらい。いやー、終わった。よし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 。うん、まあでも、マスク入って、これワンチャン、うわっ。いや、終わったわ。これワンチャン今、コウモリでザップなかったらワンチャン守れたな。いやー、若干ややつらっすね、これ。ダメなんだよな。楽しいな。いやでも後ろからゆっくり行くしかないな。いや、まあですよね、うん、まあそうなりますよね。いやー、ダメだな。パンケーキかまして、はいはい、パンケーキね。それだね。うん、それをどうするかなんですよ、僕の課題は。圧倒的課題は。うわ、つらい。痛い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 。なんか全部バレてる気すんだよ。うまっ。いや、うまっ。よし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 。いや、いや、マジうまいっすね、まあ、そうか。あ、いいね。いや、ほんとにうまいっすね。やだ。なんかもう、癒すもん、敵が。マジでね、結構、つらみの。いやー、いいな。いや、それ。あ、やべえ、キング系。やべ。いや、でもやばい、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 やばい。いやー。いや、つらっ。ああ、いいじゃん。結構つらいっすね、これ。うわー、キング、キング、キング終わらなかったら、休憩の勝ち。よろしく。あんまい。いや、終わったわ。なに、いや、結構。いやでも、大吉さんこういうデッキ普通使うっすもんね。ですね。なんか別にこういう人技系っていう。なんで笑ってんすか。な、なんかしてんの。なに、キヨキヨに鬼メタしたら怒んのかみたいな。いや、あの、ほんとに。あ、メガナイト入ってたんですね。そうなんですよ。
企画の説明しなかったんですけど、結論から言うと、はい、ドッキリをしようとしました。おしようとした方、しようとしたんですけど、俺が勝すぎてできなかった。何何何、待って待って、めっちゃクリなのよ。何した何した。俺は本当はなんですけど、うん、適当な企画を、うん、適当な企画ってよくないんですけど、まあ、美容ガチ美容3でってやつね。なんですけど、キヨキヨさんに、はい、タメ口ドッキリをして、どこまでやれば気づくのかやろうとしたんですよ。喋ってたっすか。なんですけど、うん、行こうとしたことが何回かあったんですけど。あー、いいじゃん。結構辛いっすねこれ。あのね、マジで、あの、いけんかったっす。マジで恥ずかしいよ、もう。ピュアじゃないっすか。ピュアじゃないっすか。いや、それわかるっすよ、それ。いや、マジで俺、しかも前、トツさんにもやろうとしたんですよ。おーおー、やろうとして、お父さん周りの人に、うん、いや、たぶんお父さんに、うん、タメ口ドッキリとかやったら、うん、あの、多分面白いですよって言われて、うん、まあ、それ面白いわって思って、うん、やろうとしたんですけど、うん、いざやるってなると、いやね、わかる、その気持ちわかる、タメ口ドッキリすげーよと思って。いや、みんなね、大吉さんのね、牛耳の拍手、これ。いや、泣きそう、泣きそうっす、俺。いや、そっか、見返してみたいな、この動画。いや、マジで。え、ちなみに、これ、はい、結構集中してたんで、わかんなかった、はい、なんだろう、途中で、うん、いやーみたいな感じで、ちょっとダメ出ししてから入って、タメ口で行こうかなと思ったんですけど、全然いけん。本当に全然できんかった。いや、なんか心が優しい方。優しい泣きさん。マジでできんかったわ。いや、俺、本当なんですけど、はい、だから、キヨキヨさんに、うん、なんか本当になんだろう、うん、まあ、教えるとか、そういう感じで、ちょっとタメ口で行こうかなみたいな感じを、ちょっと思ったんですけど。はいはいはい。一回ガチ、このコーチャンネルの流れもあったし、ガチビオ3、ガチビオ3でって言おうかなと思って。なるほどね。ガチビオ3で。え、この動画どうなるんですか？だからこのまま、もう、こういう感じでいい。できなかったっていう。できなかったっていう感じも、自分への戒めです。なんで僕、アメリカ一緒に行った時言ったじゃないですか。僕らもタメ口やめ、タメ口で行きましょうみたいな。そうですね。まあ、その時には、うん、そうですね。そうしましょうって言ったんですけど。確かに。しかもそこそうしましょうっていうね。いや、僕がなんでタメ口じゃないか、まあたまにタメ口出ちゃうんですけど、はいはい、いや結構アメリカとか一緒にね、ずっと行ったんで、はいはいはい、ただその、もう、なんか経緯の、経緯ですよね、言ったら。はいはい、うん、なんかその、言ったら、その、じゃあ、年もあんま関係ないと僕は思っちゃ思うんですよ。まあ、でも僕別に。確かに、キヨキヨさん結構、そのなんか、結構同級生とかと話す時も、うん、結構敬語になったりしますよね。ああ、それはね、なんかそう、なんか普通の時は、うん、なんか普通に喋ってるんですけど、いやそれよくないじゃんみたいになるんですけど、うん、なんかもうなんかじゃあ頼む時、お願いしますみたいな。ああ、それなってるんですよね、結構。いや、だから例えばじゃあ休憩ハウスのじゃあゴミ、じゃあみんながね、休憩ハウスのみんなが捨てたゴミを、はい、じゃあゴミ捨て行ってくるわって言ってくれた人、いやもうそれなんか、ありがとうございますってなっちゃう。めっちゃ聞けた、この休憩させ、ありがとうございますってめっちゃ聞けた。なんだろう、まあ、自分の貴重な時間を使ってやってくれてるんで、いや、本当にありがとうございますしかないじゃないですか。だからなんか、それすごいな、絶対でもなんか、その友達とかだったら敬語とか絶対使えないんで。いやだからなんかその、なんか申し訳ないなとかはあったりするよね。いや、ちょっと、いやできんかったな、マジで。まあでも確かに、ライキさん、常に、ね、敬語使ってくださるんですよ。そう。ですけど、うん、まあできない間柄ではないじゃないですか。いや全然やっていいっすよね。仕掛けるんですよ。仕掛けられるはずなんですけど、全然全然できんかったわ。分かるっす、それ、それ分かるっす、それ。あっちあっちいわ。企画やろうってなった瞬間にちょっとね、う、恥ずかしいスイッチが入った。そうだから僕ドズルさんに一回それやった気するんだけど、いや、なんか聞きました。いや、なんかやるときすごく違和感なんですよ。なんか、あ、そうだよねとか、なんかわざとらしくなっちゃうんですよ、なんか妙に。そうだから、ね、ライキさんの気持ちめっちゃわかる。いや、めっちゃ気持ちわかる、もう本当に。うん、だしね、ってことで、ここ一、これを動画1年後に見返して、そうだ、ゲラ笑いましょう。そうですね、多分もうそれまでには多分タメ口やってると思う。うん、確かに。しかも YouTuber とかやっぱプロとして成長していくと思う、はい、成長してってると思うんで。そうですね、はい、優しいな。優しい、ほっこり会になりましたね。ほっこり会、謎のほっこり会ですね。ってことで、これ、あ、ちょっとね、ダメだ、言葉話せですね。ってことで、まあね、またね、休業さんにはドッキリをね、ここで言う。なんで言うんだよ。俺、警戒しちゃうよ、毎回。え、なんか、シマライトニングしてんじゃねえかみたいな。ってことで、今日はこの辺で終わりたいと思います。うん、ありがとうございました。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。
まあいいや、そうそうそう、いや楽しい、いい動画撮れました、ありがとうございます。何やねんマジ俺3回ぐらい